はい、ということで始まりました、続きはお呼びでございますけどもね、なんとなくあの雰囲気が先々週と近いなと思うあなたは、はい、ズバリその通りですよ。はい、というわけで今週はこちらです。陸野良重さんです。はい、イエーイ。お願いします。はい、そしてくちゃにもいますよ。イエーイ。絵面が一緒ですね。それでだからね、この動きだ。いやー、これが本編で言った第2のあれっていうね。足もね、これね、こういう動きが第2ですからね。はい、はい。ね、さっきね、なんだ、あの本編収録後にあの姉さんが見つけてくれまして、そのね、第4とかラジオ体操ですね。ラジオ体操ね。いや、あれはすごかったね。すごいです。一般人じゃできない。できないね。できないですね。そうと、じゃあ遡って先週の放送で、うん、うちの社長にやってもらいましょう。きっとやってくれるはずですよね。先週の放送でやってもらいました。やったはずです。やったはずです。はい、まだ見てない方は、はい、あの、はい、先週のやつも YouTube アップされてると思うので、はい、先週の YouTube あのリビュータイム見てください。はい。はい、というわけで今週はこちらになっております。はい。ダ、はい、ーン。ダーン。24日ですよ。11月24日サンデー、はい、ナッチンプレゼンツフェイス、はい、フック仙台オープン16時スタート16時半、うん、前売り3500円当日4000円ドリンク別とか書いてないけど多分別だよね、はい、で、アクトがナッチンさんをはじめこのようなすんげえメンツ、はい、はい、これ写真もねちょっとずつね、はい、ここにリックンローラーがいるわけですよ、はいはい、そして最後はリックンローラーでデンデン、はいはい、ということになっております。はい、ぜひぜひね、皆様見にいらしてください。フックもうすぐなくなっちゃいますからね。そうですね。はい。ね、いやね、リックンローラー合うと思うな、フックなんかな。うん。うん、そうですね。ありがとうございます。ぜひぜひぜひ。はい、というわけでですね、ぜひ来る前にはしっかりラジオ体操をやってですね。そうです。はい、体をほぐしながら。第5までやってね。やって。はい。第5か、あれやばいわ。第5か。いや、第5の方がまだいいと思います。まあまあ、第4がやばいですね。第4、一人でできないです。二人じゃないと。三人。お友達を、はい、あの2人見つけて3人で、3人組にまずなっていただいてですね。あと椅子もご用意してください。はい。ね、責任は取りません。取りません。はい。ということでございました。今週はイガちゃんでした。ありがとうございました。ではまた来週。バイバイ。